猫城主三十郎とも呼ばれる三十郎は、岡山県高橋市内山下にある日本の白び中、松山城にいるオス猫である。三十郎は2018年、平成30年7月豪雨の直後に、備中松山城、三の丸付近で保護されたオス猫で、その当時は、推定3歳であった。保護された場所が、備中松山城でもあり備中松山藩の藩士、 新選組7番組組長の谷三十郎にちなみ、三十郎と名付けられた。同年12月16日、備中松山城、PR 大使に任命され常に道場に常駐している。2020年6月24日、公益社団法人岡山県観光連盟から観光客数を回復させ、高橋市の観光を盛り上げたとして、令和2年度観光事業功労者として表彰される。 追い立ちは不明である。2018年、岡山県高橋市内に住む家庭に、保護猫団体の譲渡会を通じて迎え入れた猫で、その時の名前は、夏目という名前だった。平成30年7月豪雨の直後7月14日、その家庭から突然逃げ出してそのまま行方不明になるが、約3ヶ月後に、備中松山城、三の丸付近で道場の管理人に保護され、その後、 住み着くことになる。当初は、ご家老様という名前が付けられ、猫上主として騎乗客に親しまれ、徐々に騎乗客数も増えてきて、マスコミからの取材も多くなり、マスメディアに紹介されたことで、元の飼い主にも伝わることになる。後日、高橋市観光協会で、夏目に再会するもすでに、微中松山城の猫上主として活躍していることを踏まえて、 道場や同協会、市民のためになるのならという思いで手放すことを決断されたことで正式に同協会の飼い猫となり、猫上司として活躍することとなるが、この時期ではまだ正式な認定を受けておらず、どこへ行くとも所在のわからない野良猫状態で飼っていたとされている。観光協会の飼い猫として決まってから間もない約1ヶ月後の2018年11月4日、翌日に、 東京からの週刊誌取材があることに備えて、観光協会の関係者が城にいた三十郎を捕まえて自宅に車で連れて戻り、自宅の外で話したことが原因で、三十郎は一目散にどこかへ逃げてしまった。その翌日の取材の予定も中止となり、同協会が総出で捜索することになる。11月12日に名前と裏には、 連絡先の電話番号が書かれている白い札をつけた、首輪をしている猫を発見したという有力な情報が寄せられる。そして同月23日の夕方になって、ついに関係者に近所の人から電話があり駆けつけてみると間違いなく、その猫は30郎で追いかけると逃げようとしたので、追いかけるのを止め、30郎と呼びかけると関係者のもとへ歩み寄って、来たという。 19日間の行方不明騒動は終わった。2018年12月16日、上主が城に戻る猫上三3老歳入場の儀が取り行われ、正式に猫上主として就任した。木内の本丸にある五の平屋倉管理事務所に常駐し、体調に応じて午前10時と午後2時に散歩として見回りをしている。2020年11月1日から、 高橋市で三十郎をデザインした原付バイク用のナンバープレートの交付が始まることに先駆け、10月27日、ビッチュ松山城本丸にて行われた同市による、献上式に三十郎が出席した。ありがとうございます。